2014年9月現在、羽生駅構内に掲げられている、青島の染め物青島は、埼玉県羽生市など、埼玉県北部地域で、江戸時代末期頃から生産されている藍染物の、伝統工芸品。武州織物、武州製藍染とも、天明期に、現在の羽生や加造、行田、奇才など北埼玉で、藍の栽培が開始されたことに伴い、農家の主婦が農管期を利用して、 家族の衣服を作ったことが発祥とされる。最盛期を迎えた明治40年代には、当時のハブ町を中心とする同地域の一大産業となり、藍染職人が200件以上の荒野を構えた。2008年9月19日には、ハブ市、カゾ市、行田市で生産された聖藍染めを施した織物と、その織物を用いて生産された皮服の一部が、 特許庁の地域団体商標に登録された。藍染めの普及などの活動を行う部州織物工業共同組合の現在の、組合員数は14件で、うち11件は、羽布市に立地する。資料館を併設する部州中島荒野がある。藍の葉から、自然発酵立てにより採取した染料を用い、手染めで染色する。糸の段階で染める糸染めと、 布にしてから染める型染めがあるが、青島の多くは前者の手法で生産される。色調をもとに、武州根式と武州闘山に大別される。武州根式は、愛の濃淡だけの素朴で、シンプルなデザインを生かし、剣道着などに使われる。全国で生産される、性愛染めの剣道着のうち、8割が武州根式と言われる。ありがとうございます。